で、ここで左に行けばと。復活するのほんとやめろよ。初代の時から結構文句言われてたろこれ。もうずっと切れたままでいいよ。切れてないですよ。毎回復活するです。ニビシティの一番右上だっけ、これもなんかいけたよね。あそこ、茂みの中から何かを見つけた。ズリの実じゃん。これだ、手探り。宇宙の秘密、地球の秘密、わからないことばかりだけど研究を投げちゃダメですよ。投げるのはモンスターボールだけにしておきましょう。ここは世界でも珍しい古代ポケモンの化石を展示しております。内緒だけどこの琥珀遺伝子が残ってる。おっと、これはプテラのやつか。おお、秘密の琥珀、今来ても意味ねえな。裏口からただ入ろうなんてちゃっかり者だね。琥珀知ってる？何のこと？大昔木から出た汁が化石のように固まったものを琥珀と言うんだよ。琥珀自体の意味ね。はい、混じった昔の生き物を蘇らせる壮大な実験をどこかの研究所がしているそうだ。お、飛び降りられる。と、木切るのめんどくさいからね。さあ、岩山飛んでる。おばあちゃん、お小遣いは大切に使うのよ。ん、なんか見つけた。待ってるだけか。戻って戻って、あ、こんなところにアイテムが。消さない。普通に上から来たらこれ見つからない場所。ん、スーパーボール3個っていうよりもニグダの穴出てわざわざこっち回らないとわからない場所にあったのか。ダグトリオ、おい、ダグトリオだ。キラーン、ハイボー、赤い。ズリの実をやろう。これ複数与えたらどうなんだろう。ちょっと色が薄くなった。変わらない？構え、そうだろう。おい、もう振ってたよ。うわ、嘘だ。いった、はい。よし、一発。一発は何なのか。あ、3.3 倍しかもらえない。17倍が異常だったんだな、やはり。ねねねね、ライトヘッド、あれ覚えんな、ライトヘッド。石粒って不思議そう。ダグトリオのデータが、登録されました。ゾッと、水子のパワーで地下100キロ。はあ、すごい。3匹続きかな。トリプル地震、
お前ら動き同じじゃねえか。イオが相棒変えてて、そろそろギャラドス、おっとズバットもいる。クロバットまではならないよね。2匹目捕まえたよな。よしよし、アローラとの交換のタイミングがあるかもしれないから、いやー楽でいい。だってびっくりするぐらいディグダの穴敵出まくってうざかった覚えあるもん。こんな少ないっていうぐらい出ないな。さあ何匹、50まであと5。うん、これはでも今からニャース5匹捕まえるからそれで絶対50いくか。ニャース5匹捕まえてらっしゃい。そしたら乗れるポケモンあげちゃう。普通に歩いててびっくりした。お前トレーナーかと思ったわ。一人でいける？エクセレンス。うい、出発。3.6倍、心の雨。コラッタももうすぐ20になるよ。噛み砕くを覚える。強いよ噛み砕く。でもそれだったらアローラの方がいい気がある。意外にコラッタが使えるポケモンになってる。こいつ必殺前歯しか使うことなかったのにね、初代の時。指の動き、加藤鷹。いつも一緒に眠ってみると昔食べた夢を見せてくれる夜がある。動きを見せてごらん。ごめん、何の攻撃したのかちょっとよく分かんない。頭突き、サイコ系だよねこれ、間違いなく。ぬるぬるすぎだよ動きが。私は今まで負けたことなどないのだ。やらま、ハイドリームギャー、ビリビリエレッキ。ワンリーキー、いい、このままでいい。頭突きに戻したいところだけど、やっぱりちょっと PP 少なめなのかな。強い。は、初めて負けた。嘘だろ、弱すぎたろ。これまで戦ったことなかっただけなんでしょ、どうせ。それは時の運、そう思わないと落ち込むよ。お前は今初敗北なんだから落ち込めよ。もうちょっと落ち込んだ時も元気です。ポケモンにズルはなしだよ、正々堂々やろう。安行き、やっちゃった緑の毒ゲーム。こいつ確かリドキングだったら地面もつかなかったで、地面がつくけど穴を掘るとか覚えれるわけじゃないから弱点が増えたんだってね。あるある。ビリビリエレキ強い。これだけでいいんじゃねえか。ウンゲラ安行き、あれこんなはずじゃなかったのに。
先生とどうやった、後悔はしない。気持ちいい子供ですね。11番、あ、11番道路ここじゃん。俺に挑戦したい？するする。博士が助手に持たしたっつってたからね。2だ。強くないよね。コーチトレーナーがコラッタ。ひどげり。ひどげり。もうラッタになれるじゃん。急所に当たってこのダメージ。怒りの前歯はやめてください。一文字の半分だから。ビリビリエリ。噛み砕かれる。あ、特防がボール。リドゲリ。このコラッタえらいパラメータだけな。なんでわざと進化キャンセルしたんですか。ケミ強いな。君強いね。気分いいからこれあげる。 EV の飴を、ん、どういうこと。 EV がずっと強くなるんだね。急に出てくるんだよ、びっくりする。使ってみる飴。まだ使ったことないし。全ての能力プラス1。どこまであげれるの。プラスパラメーター。限界あるよね、当然。ドーピング、あ、なくなっちゃった。999までは上がらないよね、さすがに。結構多いな。幸せコロン。私は今まで勝ったことが一度もない。ロジャー、交渉してもらおう。ロコン、このロコンとアローラのロコンを交換せんか。ネゴシエート開始。炎ターン、ビリビリエリ。あ、耐えた。いいの。うらー。いいの、スタジオ。金持ちすぎんだろ、だから。あれ？スピードスターの方が強いか。まあ、属性一致だからね。やっぱり負けた。勝負は時の、なんか同じこと言ってる人いたな。勝ったことないおじさん対負けたことないおじさん、2人が戦ったらその結果どうなる。普通に考えると勝ったことないおじさんが負けますけど。はい、こんにちは、お宅の電気安全ですか。電気おやじのよしお。ビリビリ玉。初手自爆。かわいそうだからな。バーイ。素早さで勝った。おじさんを任すなんてすごい。何その顔。
老子がいる。ディフェンダー武器装 FF の。おっ、電気の消し忘れしてないかい。マサオ しんちゃん。間違いなくしんちゃんではなかった。見れば二度蹴り、二度。ビリリラマ、初手自爆させねえけどな。強い。まいった、最近の子は強いな。よし、あれ、勝つか負けるか勝負。11番道路の人たちはもう勝つこととか負けることに敏感すぎるね。おお、かっこいい。ギャンブラーかよ。ティグダだ。一体リーム初手スピードスター。全然効いてないよ。しかし、あ、早いしレベルも高い。地割れはやめてね。それ運ゲーだから。 30% の運ゲーだから。先制地割れとかさ。ち、今日はほんとギャンブラーだよ。運ゲーじゃねえか。運ゲー。おい、トラッタこれを狙っている。シルバースプレー。ほんと運ゲーはクソ。大事に育てたポケモン戦わせてみーよーっと。ふーりん、いけべやし。プリンはノーマル残ってたんで、次はノーマル消滅したんだけど。スピードスターってみよう。レベル16。低っ。ミドリーナ忘れたい。レベル低っ。育ったとは何だったの。レベル3の防御。バイバイ、ありがとう、さようなら。もっと強いの探してこよう。結構容赦ねえな。スーパーボール5個。ラッタいるじゃん。もうレベルここまで上げたんなら俺は仲間内で一番強いぜ。ヒロノブです。どん。あの尻尾すっげえ刺さりそうだよ。こっちの尻尾はもう不意だ。ワンパーン。タタタタン。お、防御にボーナスが。ステミタックルは強いよね、めちゃくちゃ。でもストーリーで早くない？まだレベル28だぜ。
120で 100% 超強いんだけど反撃がね、反撃の攪拌ダメージが痛い。一応ハートの鱗もらってるから覚えなくていいか。ハートの鱗使えるとこいつか分かんないけど、もっと強いポケモンじゃないとダメか。とりあえずラッタ捕まえとこう。ほんとさ、コラッタがラッタに進化した瞬間だよ。可愛くねーって多分みんな言ったと思う。こいつレベル20になってないけど。はっ、完璧。グレイ。スーパーボールにしなきゃダメだよね。モンスターボール使っちゃおう。でもまだ90個もあるんだよな。お、タイミング。グレイ。よし、勝った。3.3倍。新しいポケモンなのに倍率悪いな。やっぱ一発目で捕まえるのが重要なのか。あのクラッタもう1レベルで20になるんですけど、おっと来た。ついに上り竜になる時がやってきた。あー、突進は使わないですね。いらないですね。使うことないんで、体当たりもいらないけど。シャーリューケン。おめでとう。トイキングはギャラドスに進化したぞ。野蛮で破壊的な性格、大昔町を焼き尽くした記録がある恐怖のポケモン。これ聞くとギャラドスも伝説クラスだよね。あ、メスだ。実際はギャラドスにまでなれる個体ってほとんどいないんだろうね、まあ、結構大量にいるけど。ギャラドスって言ったら噛みつく破壊光線ってイメージだよね。やったー、噛みつくだー。あ、そしたら本当可愛くねえな、お前は。アローラの姿も可愛くなかったしよ。あんな可愛かった小ネズミちゃんがまさかのペストに進化した。とにかく動きが可愛くない。常に可愛くない。後ろ足にある小さな水かきで川を泳ぐのは水の中の餌を取るためだ。そんな情報いらねえ。ギャラドス召喚。おう、水走りを使うとギャラドスに乗れるようになるぞ。やったね。あれ、ギャラドスは呼び出せるポケモンじゃなくて乗れるポケモンなんだ。君は呼び出せないフレンズなんだね。あ、バリアードさん、多分レアだね。赤、真っ赤、真っ赤。スーパーボール。お、大大大。さらに、無理。わあ、結構レアか。
発、一発目エクセント出なかったけど、一発やった、バリアーと捕まえたぞ。よい、13倍1888888の経験値。メリ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 、おいしい。怒りを覚えた。使ったことない技ですね。さあ、そしてコラッタさんがラッタに進化するぞ。さっき捕まえちゃったけど、岩なだれは超使える。岩落としがさ、これ使い物にならないよね。全然当たんねえし、視力低いしっていう。岩なだれ90だっけ、95だったような気がしたけど、気のせいか。そして岩なだれを覚えた。いやー、昔の記憶が思い出される。おや、コラッタの様子が。お、コラッタついに進化するんじゃん。あー、コラッタが進化して、何これ。そもそも色違ってる。あんな可愛かった小ネズミがキョッチ悪い化け物に進化した。あるある。バリアーです。パントマイムが得意でいつでも練習している。ないものでもそこにあると信じ込ませることができる。ちっちゃい、小学生ぐらいかな。84センチ、1m30cm、 重くね、ちょっとぽっちゃり系かな。ちっちゃめの個体。ああ、騙されたね。今壁があるからこっち来れないと思ったら、実は壁なかった。はい、菩薩賞、修羅の門。はい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 、セイントかな、こいつ。こいつの正体ミスティの可能性あるね。やった、レアレアレア。ここ通してくれないんだよね。ポケモンに名前つけるの悩んじゃうよねっと。シオンタウンへ向かうなら山と狙い抜けるといいよっと。あ、相棒ちょっと邪魔、帰って。僕覚えてますか。お、いた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 。30種類集まってるようならジャッジ機能を渡すように言われました。はい、多いかな。はい、なるほど、38種類ですね。アップデートしてあげますよ。様子を見る。生まれ持った力が分かるようになったんですよ。カナダシティから岩山抜ければ良さそうだ。道路にポケモンが寝てる。大きいポケモンが寝てて通れないのよ。手持ちポケモン、様子を見るから、エボイ、エボ、エブエブイ。こうやって見るとルンゲラヒットポイント引く。ギャラドス82、攻撃70、特防、特攻が意外に低いな。ラッタ、かわいくね。バニャバニャ、相棒、イーブイ強いな。さすが相棒ポケモン。ボックス、さあ、じゃあアローラの方を。そういう意味でもギャラといらないんだよな。進化枠に待たしますか。ロコンは火の石、ピジョン、オニスズメが20だったっけ。
して